平成21年5月10日、内野牧でふれあいウォーク in 阿蘇市が開催され、熊本県視覚障害者福祉協会員やボランティアなどおよそ320名が参加しました。同協会が主催するこの催しは昭和60年から開催されているもので、会員の親睦と体力の維持増進に加え、地域の歴史文化に触れ積極的な社会参加を図ることを目的としています。県内各地からスタート地点の市立体育館に集まった参加者たちは、準備体操の後目的地の花遊びに向かい出発、約4キロのウォーキングとなりました。視覚障害者の誘導にはその家族やボランティア、また阿蘇西方高校の生徒も参加し、春の風がすがすがしいカバル川沿いを歩きました。春のバラ祭りが開催されている花遊びでバラの見学やショッピングを楽しんだ後、再び市立体育館に戻ると、食生活改善推進員協議会から昼食に豚汁とおにぎりなどが配られ、地元の食材を使用したおいしい食事に満足した様子でした。そして歓迎に阿蘇高校吹奏楽部の演奏が披露されると、参加者たちは手拍子を打って音楽を楽しみました。